北海道知事の鈴木直道です。3月21日をもってまん延防止等重点措置は終了しました。道民の皆様、事業者の方々、そして医療従事者の皆様など、多くの方々のこれまでのご理解とご協力に心から感謝申し上げます。今後は感染を再拡大させないことが大変重要です。特に年度末、年度初めは人の移動や会食の機会が増え、感染リスクが高まることから、4月17日まで感染の再拡大防止対策を実施します。皆様には基本的な感染対策の徹底をお願いします。飲食の際は短時間で深酒、大声を避け、会話の時にはマスクを着用してください。大人数や普段会わない方との飲食ではより徹底してください。ご理解とご協力をお願いいたします。